では、この絵について説明したこの日本語を読んでいきましょう。これ漢字読める。これ絵って読みますよね。じゃあ一緒に読んでいきましょうね。one, two, three この絵は青と白色のかわいい犬のおもちゃです。犬の首輪にはハートの飾りがついています。犬は楽しそうにしています。周りは暗いですが、 犬は明るくてとても綺麗ですじゃ英語読んできますね一緒に読みましょうここからね1 2 3 this picture is of a cute dog toy that is blue and white the dog has a heart decoration on its collar the dog looks happy The surroundings are dark, but the dog is bright and very beautiful. もう一ついきましょう。えー、っと、今度これです。じゃあ、これなんて読うんだっけ絵だよね、これね。絵だよね。はい、じゃあいきますね。1,2,3. この絵はきれいな着物を着たおばあさんです。おばあさんの顔は 白と紫の色で。かかあ、髪か。ごめんごめん。おばあさんの髪は白と、ここだね。綺麗だね。紫の色で、可愛いです。若々しい笑顔で、輝いています。本当だね。in English, this would translate to. あ、これいらないわ。ウィッしちゃいます。 This picture is of a grandma wearing a beautiful kimono. Her hair is a mix of white and purple, and it's cute. Her face is shining with a youthful smile.